皆さんこんにちは、カナオです。先ほど岩柱様から水晶を預かりました。どうやらこの水晶、恋愛や相性診断ができるらしいのです。本当かしらと思っていたところへ、ちょうど炭治郎がやってきました。ごめんください、カナオいますか？炭治郎、ちょうどよかった、こっちに来て。やあカナオ、何してたんだ？それ何？大きいビー玉だな。ビー玉じゃないよ、水晶っていうの。岩柱様からの預かり物なの。姫島さんから？なんでまた？よくわからないけど、さっき中屋敷にいらして置いていったの。急ぎの任務があるからって。それにしてもこの水晶って玉、綺麗だな。炭治郎、この水晶での診断、試しにやってみたいな。勝手に使っていいのか？それに診断って何の？岩柱様がね、恋愛相性診断ができるって言ってたの。私にそう説明したってことは、少しくらいなら使ってもいいかなって。恋愛相性診断？俺とカナオの？ダメかな、嫌なら。嫌じゃないよ、面白そうだからやってみようか。どうすればいいんだ？二人で水晶に手を置いたら何かわかるかな。よし、試してみようか。せーの。炭治郎と手が触れた。どうなるんだろう、ドキドキする。光った水晶の中に何か文字が出てるな。数字かな。 35%。 なんだこれ。私と炭治郎の相性が 35% ってこと？思ったより低い。信じられないよ。そんなにがっかりしなくても、占いみたいなものだろ。とは言ったものの、俺もショックだ。俺はカナオとは結ばれない運命なのか。ショックを受けてた私たちのところへ、恋柱様たちがやってきました。しのぶちゃん、いる？あ、恋柱様、シオンなら今外出していまして。あら、そうなのね。胡蝶がいないのならここに用はない。イクロさん、ちょっと待って。カナオちゃん、それに炭治郎くん、なんか暗い顔してない？何かあったの？甘露寺、放っておけ。関わるとろくなことにならない。まあまあ、イグロさん、そう言わずに聞いてあげましょう。実は岩柱様から預かった水晶のことを二人にも教えました。二人とも占い遊びみたいなもんなんだから、そんなに気にしなくてもいいんじゃない？それはそうなんですが。遊び半分とはいえ、恋愛相性診断か、なんだか面白そうね。甘露寺、やめておけ。そもそも姫島さんの預かり物を勝手に使用するなど言語道断だ。いいじゃない、イグロさん、姫島さんはそんなことで怒らないわ。そうだ、私とイグロさんでやってみましょうよ。やめておいた方がいいよ。なんだ胡蝶の妹、俺と甘露寺の相性が悪く出るとでも言いたそうだな。カナオはそんなつもりで言ったんじゃないですよ。黙れかまど炭治郎、俺に意見をするな。では甘露寺、俺たちもやってみるぞ。そう来なくちゃ。それでどうやるの？私たちは二人で手を水晶に置いて、そしたら数字が出てきました。わかったわ。それじゃあイグロさん、よし、二人で手を置くのだな。こんなにも君の手が近くに、重ねた方がいい結果が出るのでは？あ、光ったわ。不思議、数字が浮かび上がってきた。あ、
30%。 俺とカナオの数字より低い。黙れ。こんなもの俺は信用しない。そもそも占いなど嫌いだ。なんだか腑に落ちないわね。炭治郎くんとカナオちゃんも似たような数字だったのよね。はい、悔しいですけど同じくらいでした。そっか、思ってる人同士だといい結果が出ないのね。試しに炭治郎くん、私と診断してみましょう。俺とですか？何をドキドキしている？そもそもいい結果が出るわけがない。ですよね。やる意味あります？一度やってみましょう。こうなったらいい数字が見てみたいもん。確かに恋柱様の言うことには一理ある。誰がやっても低い数字が出るようになってるかもしれないし。やっても無駄だと思いますが、わかりました。行くわよ。せーの。良い結果など出るはずがない。俺と甘露寺があのような結果だったんだ。見て見て、 100% だって。そんな炭治郎と恋柱様が結ばれる運命なの？バカな。かまど、貴様一体何をした？何もしてませんよ。イカ様だ。お前が何かしたに違いない。許さない、認めない。ちょっとイグロさん、日輪刀なんて出してどうするつもりですか？やめてください。問答無用だ。首を出せ、かまど。イグロさん、嫉妬してくれてる。これはこれでありね。素敵。そんな騒動の中、しのぶ姉さんが帰ってきました。ただいま戻りましたよ。これは何の騒ぎでしょうか？師範、エビ柱様を止めてください。やめろ、イグロ。なんだ富岡、邪魔をするな。派手に暴れてんじゃねえよ。どういうことか説明しろ。富岡さんにウブイさん、簡単にイグロさんを止めたわ。かっこいい。実は恋愛相性診断をしてまして。何ですか、その面白そうな遊びは。面白くもなんともない、ふざけた診断だ。なるほどな。大方イグロとカンロジの結果が良くなかったんだろう。それだけじゃないんです。炭治郎と恋柱様の相性が 100% だったの。まあ、それはそれは、さぞかしカナオは寂しかったでしょうね。カナオと炭治郎くんは何パーセントだったのですか？はい、35% でした。そうなんですか。どうもその診断、信憑性に欠けますね。富岡さん、私と診断してみましょう。なぜそうなる？私と相性ぴったりだったらどうですか？なんとも思わないが、それで診断が本物かどうかわかるのなら協力しようではないか。それじゃ、水晶の上に二人で手を置いてください。なんだか本格的ですね。ではガラス玉が光り出したぞ。 20%。 あらあら、残念です。俺は胡蝶に嫌われてるのか。いや、嫌われてないはず。派手に低い数字だな。まあお前らはよく喧嘩してるからな。意外な相手だといい結果が出るんじゃねえか。実際かまどと甘露寺がいい結果だったんだろう。それではうずいさん、私と診断してみますか？はっはっは、面白いな。派手にゼロに近いんじゃないか。富岡と胡蝶の相性も悪いだと。やはり信用できない。渦井と胡蝶では意外な結果が出ればはっきりする。どういうこった？こりゃ 77%、 ラッキーセブンが並んでいる。
派手にいいことありそうだな。中途半端な数字ですね。どうしたんですか、富岡さん。本当は胡蝶が宇髄のことを思っていたなんて。嫌ですよ富岡さん、これ診断ですよ。あくまで相性がいいか悪いかを診断する占いみたいなもんですよ。だからイグロさんもカノオも気にしなくてもいいと思いますけど。私は何も気にしてなんか。顔に出てますよ、ショックを受けてるのが。この水晶破壊してやろうか。イグロ、珍しく俺もお前と同じ意見だ。ダメです、岩柱様からの預かり物だから。そうですよ、大切なものかもしれない。こんな診断を正しく出せないものが大切なわけがあるまい。その通りだ。正しくないかもう一度やってみましょう。炭治郎君と私は 100% 出たんだから。恋柱様、どうしてそんな嬉しそうに。まさか炭治郎のこと。ほら、やっぱり何度やっても相性バッチリよ。よほど相性がいいのでしょうか。好き嫌いはともかく相性はいいみたいだな。ひょっとして私の運命の人って炭治郎くんなのかも。俺、みつりさんのこと嫌いじゃないですよ。笑顔が素敵な人だし。貴様、何を意識してやがる。調子に乗るなよ。おかしいよ、絶対におかしい。この水晶の敷物も模様が変だし。カナオ、取り乱してはいけませんよ。この敷物、模様が変なだけじゃない気がする。カナオ、それから離れろ。水晶の敷物から鬼の匂いがする。何、その敷物を取り払え。水晶を割らないようにそーっとですよ。確かにその敷物は邪悪な気配がする。なるほど、その敷物が診断を狂わせていたようだな。本当に。それじゃあもう一度。炭治郎、ガナオ、鬼の匂いがしたのは確かだけど。いいからお願い、もう一度。よし、わかった。ガナオがそこまで言うのなら。ほら、別の敷物の上で診断したら 100%。本当だ、やっぱり俺とカナオは相性がいいんだ。では、俺とコチョウも。ならば俺とカンロジも。後に岩柱様から聞いたのですが、どうやら水晶具敷物が何らかの結界術をかけられていたそうです。だから私に預けて鬼の本体を倒しに行ってたみたい。でも姫島さんが恋愛診断の水晶を持っているなんてちょっと意外ですね。で、忍姉さんは言っていました。皆さんは相性診断って信じますか？よかったらコメント欄に感想と一緒に書いてくれると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。